何してるの？何を発想するの？見て。プロジェクトの補正です。お小遣い切り刻んで取ってきてんで。一歩手前やん。ボン、皆さんこんにちは。今回はですね、泉さんにドッキリを仕掛けたいと思います。内容がですね、こちら伊豆のね、宝物とも呼べるジブリコレクションの DVD なんですけど、これをね、売ろうとしてたらどんな反応するのかっていうのを検証していきたいと思います。ただの DVD かのように思えるかもしれないんですけど、コツコツ集めてらっしゃってですね、リサイクルショップとか各都道府県の買取ショップをくまなく回って欲しい DVD を見つけていくっていう、僕も一緒に旅行してたりした時にちょくちょく集めていってたみたいなんですけど、ハウルの動く城はどこにでもいっぱいあるんですけど、トトロとかはなかなかなかったりとか、あとあっても高かったりとか、そういうのをね、見極めつつ、この値段やったら安いってなったら買うみたいな、一味も二味も違う、かなり大事にされてるこの DVD コレクションなんですけど、全部3回以上見せられた。なんか車に乗ってる時にずっとこれ流してるんですよね。そしてね、すごいところがジブリはね、何回見てもいいって言うんですよね。僕は一回見た DVD とかはあんま続けて見たりとかしないんですけど、例えばまあ3年とか空いて見る分には分かるんですけど、行き道で、ハウルを見て、帰り道でラピュタを見るみたいなことをした後にまた、ラピュタを2回続けて見るみたいな意味不明なことをしたりするんですよ。まあそういうこともあってね、DVD を売りたいと思います。はい、ということで、今回 DVD をですね、ポレットっていうアプリで売ろうと思います。段ボールに使わなくなったものを入れて宅配で買い取りしてくれるっていうやつなんですけど、それでこのジブリがいっぱいコレクションを売ります。発送の準備。何の？何が？何の？いや普通に発送するやつやね。カメラ回ってるやん。発送するやつやね。何を発送するの？見て。これはあかんよ。なんで？これはあかんって大切にしてたやつやん。だってよく考えたら DVD 見る装置何もないのにさ、いらんやん。違う、これ伊豆のお小遣い切り刻んで買ってきてんで。いやでもどれか俺が買ったやつもあるやん。え、そんなん1個とかやん。うん、だからいいかな思って。あ、せめて隣のやつからは新品で5,000円くらいで買ったから、これはちょっと無理やん。あ、そうな、うん、隣のトトロ高っ。隣のトトロ5,000円。ちょっと待って、それはちょっと選択させて。ちょなかなか手に入らへんのとかあんねん。風の谷のナウシカやろ、まず。ラピュタもやねんな。ハウル結構手に入りやすい。そうね、ハウルは結構手に入りやすいかも。いや、千と千尋も入りやすい。ハウルな、一番好きやからな、なかったりやし。全部や。耳をすませばは、絶対にこれ手に入りにくいねんな、最近。千と千尋は割とある。猫の恩返しも今ちょっと結構なんか高くなってきてるから、これもちょっと無理やから、まあ千と千尋ぐらいにしたらいいかな。違う、ちょっと待って。ここにあるやん。これわかんない。これ体調が大事にしてきたこの 8M? 8M じゃん、8マイルな。8マイル、これいらんやん。これ1本だけやねんって。俺大事にしてる DVD これ1本だけやから。これ、いや、本日はですね、はい、もうテレビがないということで、もう DVD 見る機会もないので。いやそんなこと言ったらジブリもやって。じゃあこれはいる。ジブリはいる。ジブリ言って伊豆の誕生日にすんねん。はいよ、そんなやらしい男と付き合った覚えはない。これは、うん、それはやらへんからいいよ。これは何に、誰に送るの？これこれ普通に取りに来てくれるらしい。え、家に？うん。え、マジで？やば。使わんくなったものを、こう段ボールに入れて、で取りに来てくれると。え、すごっ、うん、そうなん。
え、なんか、うん、いかんでいいやん。そう、いかんでいい。 DVD めちゃくちゃあるんやけどさ、うん、テレビないしさ、見る機会がないって。うん、だからジブリもいいかな。あれだけは勘弁してくださいよ、兄さん。あれだけは勘弁してくださいよ。で、読まんくなった本あったわ。え、そんな本とかもいけるの？本もいける。え、めっちゃいっぱいあるやん。めっちゃある、まだあるけど。確かに本って、うん、あの読み切ってしまったらな、どこに行く行く手を逃してしまうというか、うん、もう何回も読み返したりするんやったらいいんだけどな、うん、あんま読み返す機会もないからな、うん、一回読んだやつはな。え、本とかあるのもいいやん。いけるらしい。へえ。ただそう、あの服とか、うん、そういうのはちょっと厳しいらしい。あ、逆に？逆に。へえ。クッションとか。あ、クッションとかね、うん、明らかになんか家具とかってこと。そう、値段がつけるのが難しそうなやつはちょっと厳しいらしい。うーん。本、カメラ、DVD、CD とか。あ、じゃあそういうのは詳しいの見た方がいい。そう、こういう取りに来てくれるサービスがあると。我が家も片付くしみたいな感じでな、うん、使わなくなったもんないし。はい、ジブリ封印。焦った、めっちゃ焦った。ちょっとせめて選択はさせてほしい。じゃあ選択した結果1本しか入ってないからな。あれは大切に大切にしてきたやつやから。え、で、何なんでしょうか今回のこれ、この動画は。今回はですね、伊豆の宝物であるジブリの DVD を売ろうとしてたらどんな反応するのかっていう検証でした。え、喧嘩一歩手前やん。あれ、ほんまに売ってたら喧嘩になる？なってる。いろいろな県行くたんびに、うん、買取王国を回って、うん、一軒一軒、うん、一つずつ集めていったジブリやから、ただのジブリじゃないねんな、伊豆の中で。で、その中でも、うん、千と千尋を選択させていただきました、今回。それはなんでなの？また買ってもらうから。いや、それやったら入れんとってや。逆に入れてほしくないわ。はい、はい。今回このポレットっていうアプリなんですけど、何それ。モノチャージっていうのがあって、うん、こうモノチャージを押すやろ、うん、じゃあほら、使わないアイテムもチャージできるって書いてあるやん。パソコンだったりとか、うん、お酒もいけるのかな。え、すごっ、うん、で、箱は自分で用意してもいいし、なんかこうポレットって書いた箱を送ってもらうこともできるらしくて、うん、送料とか手数料は無料っていうことで、送るのは、お金かからんけど、ただ買い取りできないアイテムとか、うん、やっぱり買い取りしてほしくないアイテムでキャンセルするってなった場合は、向こうからの送料はあのこっち負担らしいんで、そこだけ注意してくださいと。着払いっていうことですね。そうですね、うん、で、箱に詰めて宅配業者に渡すと。え、すごっ、家に来てくれるの、やばいな。査定が完了したら一番最初の画面にチャージされると。申し込み入力へっていうところを押すと、うん、箱を自分で用意するか箱を注文するか選べるから、うんうんうん、今回自分で用意したんで自分で用意して、で、まあ、配送先の住所と箱の集荷の日時を入力して次を押すと。うーん、うん、これで、申し込みを完了と、うん、で、ざっくりこんな感じの流れで、うん、こちらがチャージされると。今の時期ってほんま家におるからさ、うん、改めて見ると、あ、これ使ってなかったなとかさ、うん、今までずっと眠り続けてたけど、なんか捨てるにはちょっともったいないなとか思うものとかさ、うん、意外に結構あって、せっかくやったら買い取ってくれるのであればこちらとしてもありがたいしさ。え、なんかチャージされたらお菓子買いに行きたい。無理やで。え、なんで？モノチャージと、あと他にも金券チャージがあって、まあ、どっちか選べるんですけど、招待コードをね、入力してから金券チャージかこのモノチャージどっちかすると、普通に500ポイント、まあ、500円分のポイントがもらえるキャンペーンが5月31日までやってるということで、うん、え、もうちょっとやん。そうね。もうちょっとやん、うん、5月31日までに申し込みをしたらいいだけやから、うんうんうん、これはいつ取りに来てもらうとかは関係なく、うん、まあ、申し込みを完了すれば500ポイントくれるということで、うん、招待コードはね、下に貼ってるんで、使うときは招待コードをやってもらうとその分のポイントが皆様にも入るようになってるんで、うん、よかったらやってみてください。このおうち時間のなんか有効な使い方として、もし500ポイント入って
500ポイント入ったらそれは何で使える、どういうので、コンビニとかでも使える、なんかビザプリペイドカードっていうのに入るようになってるから、うん、じゃあ普通に電子決済でコンビニとかで支払うことができるよってことですね。そう、なるほど。タンタタランタンタラタンタランタン、おまけタラララッタラ、なんで開けるの、え、なんで開けるの、千と千尋回収すんねん。あかんよ。無理やけど、もう回収できひん。回収できひん段階まで来てるやろ。うん、買ってな。え？かわいいよ。個人的に何回でも見れるのはやっぱりハウルの動く城。耳を澄ませば。耳を澄ませばはちょっと大人な恋愛。うん、風の谷のナウシカはなんか BGM とかそういうのがめっちゃ好き。ラピュタ。ラピュタは行きたい。ラピュタだけ感想おかしいやん絶対。